いや、そんなくつかなくていいんだよ。ベイソン、ベイソン、ベイソン。ベイソン、ベイソン、ベイソン。ヨネックス林田選手なら、キキラケット完璧なんじゃね説。どうも、今日ベイソンです、アイトゥーン。そして、どうも、アイタロー、チャンネルのアイタローと、エニャンでーす。そして、リンダマンこと、林田です。そして、テイスポーツ1枚でーす。そして、はい、ということで、今回なんですけども、はい、なんとこちらに、ヨネックスの林田選手が、リンダマン。リンダマン、よっ、リンダリンダとか歌います？歌わ歌ってたけど、昨日歌ってたけどねということで、今回ですね、ヨネックスさんの方からラケットを何種類か用意して、ヨネックスの林田選手なら、ラケットを見ないでも感覚だけでラケットの種類が当てられるんじゃないかということで、今回ですね、キキラケットをちょっとやっていただきたいな。メーカーさんです。メーカーさんですからね、社員だからね。社員だから、社員わからないはずがないです、ね、よろしくお願いします。はい、これやめろもらおうとするな、何が自信ないですか？自信がないっす、ね、マジですか？いや、自信はね、あるって言っていただかないと、ちょっと動画的にねあれよ何がということで、やっていきましょう、はい、それでは、レッツバウンス。まず、全部1本ずつ打っていきましょう。まずですね、最初にこちらのラケット、ネクシーが 80S を配信して90S を打ってもらいます。では、お願いします。これ分かるっしょ。おー、ナイスショー。OK、 分かりました。大丈夫か、今感覚的にはどんな感じですか？ちょっと硬い。ちょっと硬い、なるほど。じゃあ、こちらですね、次ネクシーガの 80S、 はい、うん、お願いします。はい、あ、すみません。はい、はい、分かりました。じゃ、続いてこちらですね、はい、ネクシーガの 50S、 これ分かるんじゃないですか、結構。うわ、うわ、いい弾道。ちょっと待って、あれよ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 。え、はい、続いてこちら、頑張れ、頑張れ、ブレイク 70S。 これ普段ラケット使ってるラケットですか？あ、そうす。おお、ちょっと待って、あれよ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 。待って、はい、続いてジオブレイク 70VS。 あ、はいはい、はい、ということで、こちらの今のね、5本を打ってもらいましたけど、こちらの中から1種類を当ててください。わかりました。はい、それでは目隠しです。はい、こちらを自主的につけてください見たことあるやつだ、いってらっしゃい。怖いね、いってらっしゃい。うわ、怖い。にゃーかわいい。やろ、誰だ、どこに向かって言ってんだよはい、それではですね、林田選手に当ててもらうラケットを皆さんでちょっと決めたいと思います。はい、これでいきます、うん、あー、なるほど、ね、林田選手に当ててもらうのはジオブレイク 70S です。じゃあ、まず1個目どれいく？あ、これで、怖い、足音怖い。じゃあ、こちらのラケットですジオブレイクの 70S を当ててください。はい、まあ、間違わないよね、はい、これはね食べねえそれでは、シドの方お願いします。これ当たるかな。おー、大丈夫。これは、はい、ジオブレイク 70S ではございません。おやったファイナルアンサーファイナルアンサー、もう正解です。おめでとうございます。まだ解消しますね。これバーサス。おお、すごい種類まで。さすがヨネックスの社員さんですね。じゃあ、続いてのラケット取りに行きますか。こちらで、林田選手が打つラケットはこちらですね。それではお願いします。はい、どうだ、あ、チューしてもね。それでは、シダの方お願いします。わかりました。こっち、はい、お願いします、ジオブレイク 70S ではございません。ファイナルアンサー。シングル。え、これ大丈夫ですか、負けたら、うん、すごいネットを舐めてもらいます。ネットを舐めて絶対嫌なんだけど正解でーす。すごい、わかんねえな。わかる。これ 90S か 50S なんです。おー、50S です。すごい、さすがですね。じゃ、続いてのラケット、
あ、そうなんだ。やるのか。はい、お願いします。はい、お願いします。それでは手段の方お願いします。はい、そっちでいいですか。そっちに打って大丈夫。え、こっちじゃん。あ、こっち。いや、こっちは左です。そうそうそう、こっちはもうちょっと。あ、そう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 、ここ。はい、めっちゃささーって。大丈夫大丈夫大丈夫。こっちがあれだから。こっちがこうとか。ただなぁ。1球も入ってないからさっきから。どうですか、わかりました。はい、はい、それではじゃあ、はい、こちらの方、こちらの方を向かって。はい、お願いします。ジオブレイク 70S ではございません。ファイナルアンサーで。本当に。お、自信がある。自信がある。自信がある。自信あるな。本当負けたらあれですよ。またあの髪の毛を一本一本結んでもらいますよ。正解でーす。すげー。すごい。オーディエンスの方もなんか拍手がね、喝采で。すごいですよ。ちなみにこれ何だ。わかります？これは80S。おお。それはすげー。これすごいな、これ本当に。神回来るんじゃない？すごい。本当にすごい。パーフェクト来るんじゃない？じゃあ続いてこちらですね。はい、あと何やろ。90S じゃないです。わかんない。ダブりますか。同じの来るかもしれない。たまにダブルですか。たまにダブル。はい、どうぞ。それでは、林田選手、手段の方お願いします。え、これ、軽い。なんて言ってんの。軽い。声張ってもらっていいですか。軽い。軽い。どこ。1球も入ってないからね。もう1球。もう1球、もう1球。いや、大丈夫。大丈夫。じゃあちょっと正解の方お願いします。はい、これはジオブレイク 70S です。はい、大丈夫ですか。え、もう一回打つのはだってできない。いや、もう一回打っていいですよ。左手で打っていいですよ。左手で打っていいですよ。左手で打っていいですよ。新ルール。おおうまい。右手で打ってください。じゃあ、はいはい、何と迷ってるとかある。え、ちょっと待って。頑張って。おお、すごい。キューって聞かれてる。え、もういいや。 70S です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解です。すごい。 70S でした。さすが。すごい。すごい。熱々だ。ありがとうございます。すごいね。すごい。一個一個は、すごい。一球も入ってないけど。一球も入ってない。パーン入ってない。はい、ということでお疲れ様でした。いやー、さすがでしたね、林田選手。違います、ね、やっぱヨネックスの社員さんはヨネックスのラケット全種類当てられるということで、いい結果になりました。え、この結果はやらせになります。やらせじゃねえよ。本当にっぽくなっちゃうよ、なんか。はい、ということで、この動画が面白かったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。しそれでは以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。あれよ、あれよ、あれよ、あれよ。